We are watching. Continue to be your voice. Continue to speak out. Keep fighting. More people join. ここは日本広島です。県議会議員である石橋仁太郎氏は、中共が行っているファルン語学習者に対する迫害について批判し、今回全世界で行われている元凶である江沢民への告訴を求める活動について声援を送っています。その法輪功の練習、修理をしてらっしゃる方たちが実際にその活動をしていることは私はすごくいいことじゃないかなというふうに思いますし、それも含めて国内でもっともっと認識が広がっていけばいいなと、まず知ることが第一歩だろうと思いますので、そういった活動にまたご協力できることがあればしっかりと力を貸していきたいなというふうに思います。その点でみんなで一緒になってより良い世界を目指して、そして一人一人がもっとこう人間性を高めていく、そういったことを目指しながら一緒に活動していきたいなというふうに、思います。